ディ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 メラジオリターン。どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ディメラジオリターンズのお時間でございます。今日もねしっかり喋り倒していきたいと思います。ボーカルの匠です。よろしくお願いします。ギターのシンです。はい、ベースのハウトです。はい、ドラムのサケです。ちょっとあの声のトーンを変えてましたね、リーダーにね。ちょっと今回もですねちょっと諸事情により、ベースの、リーダーハウト、リーダーはですね、ちょっとお休みになりますが、まあ、この3人でね回していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回も第4回である今回もですね、まあ、前回に引き続き、第4回じゃないですね、ごめんなさい、5回ですね、これシャープ4ですね。でもシャープ4か、うん、一応今回も、引き続き前回に引き続き、質問の方を答えていきたいと思います。ですね、 YouTube チャンネルの概要欄に質問をこう募集するところ部分リンク貼ってますので、まあ、これ終わった後もですね、いろんな質問どしどし応募してきていただきたいなと思います。 Twitter でもね、意見箱とかね受けやってるのでそっちで、ね、匿名で送っていただけたと、NG ないですからね、基本ね、何でもございます。何でもいいです、本当、はい、何でもいい、でもいいんで、くだらないことでもいいんで、はい、触れたらありがたいですね。ありがたいです、うん、全部答えます。はい、よろしくお願いします。はい、今回の質問もですね、ラジオネームドカ食い気絶部さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、お好きな弁当の具を教えてくださいということで、好きな弁当の具でございます。はい、うーん、あーもうこれ揉めそうだね、戦争が起きそうだね。あーいろいろあるけどな、もうありまくる、マジでありまくる、ありまくる、どれに絞っていいかわからんもん。確かに、だってお弁当っていうだけでもう素晴らしいのにさ、その素晴らしいお弁当っていう一つの料理の中にこういろんな具があるわけでしょ。その中の一つ選ぶっていうのは難しいですね。たくみさんどうですか。すべての具にやっぱお母さんのこの真心みたいなのが詰まってるわけですか。あ、それお母さんの手作り弁当っていう体なの。あ、好きな弁当の具ってそういうことで、あ、別にお母さんの手作りでも確かにそうですね、この作り手側のね思いがすべて持ってるわけですよ。うん、でもねやっぱこれやっぱ一番好きだなっていうのが僕冷食のちょっと待って、現実が垣間見えてるって、現実が冷食いいじゃん、冷凍食品、うん、うん、いや冷凍食品の美味しいものめっちゃありますからね。美味しい、あのねマヨネーズがね中に詰まってる、うん、なんかカツがあるんですよね。なんていう名前なのかな、なんかミートボールっぽいのは知ってますけどね、中にいやチーズっぽいのがある、本当にカツの中にマヨネーズ、うん、メンチカツみたいな、メンチカツ、まあカツなんですよね、はいはい、そこの中にマヨネーズが詰まってるやつがめちゃくちゃうまくて、もうそれは入れてくれって言って入れてくれ頼むって言って、もう毎日毎日本当に週5で食べてたけど全然飽きなかったですね、うん、今も売ってるのかなあれ、なんか売ってこってやっというの今もあるんですかね、結構なんかイオンとか、イオンとか、うん、結構冷食多かったんですけど、うん、でもすごい楽しかった、嬉しかったですよ。真心が詰まってていやいや、まあ分かる、食べもいいっすよ全然。いや全然そう、選んでくれてる、選んでくれて作ってくれてるわけですからね。そうですね、そうそう、ね、回答するのも時間かかりますから。ただちょっともうちょいメジャーなの来ると思ってたんで、あんまちょっと知らないのが来たから、いや食べてほしい、これは見つけたら、いや、まあこれかみたいな、カツの中にマヨネーズね、そうなんですよ、うん、ちょっと探してみます今度。それなんか今食べたら泣いちゃうんじゃないかな、あの思い出補正みたいなのきっと。いやそういうのは泣いちゃいますね、あーこれみたいな、うん、じゃないですかね。冷食入ってました2人とも。
いや入ってたよ。入ってたんじゃないですかね。あ、うん、全然あった。まあまあ、じゃ あの好きな弁当の具どっちからいきますか。じゃあミスターお弁当のしんさんから。ですよね。ですよね。僕もやっぱお母さんの手作り弁当の中で一番はやっぱなんか卵焼きですね。あもうもう王道です。卵焼きはやっぱね、うーん、なんであんな、なんでですかね。なんか違うんすよ ね違うの。うーん、なんかね、お惣菜屋さんで買うのと全然違うの。うん、お母さんにしか出せないあの味のね。あ、まあそれもあると思いますね。うん、じゃあ時間置いてっからかな。何なんだろうな。新さんちの卵焼きは甘い系ですか、それともそのしょっぱい系というか甘くない、甘い系ですね。甘い系いいですね。うちも甘い 甘い系好きなんですよね。もう俺もお砂糖いっぱい。うん、もういっぱい。甘い方がね、うん、いいっすよね。卵焼きカップが、うん、ご飯もいけますもんね。あ、もう進むね。うん、不思議と、うん、ね、甘いけないのにあの卵焼きはいけます、ね、確かに。いや、卵焼きのマジックってすごいわ。あ、やっぱあれですか、お弁当パッて開けて卵焼き入ってたらしんさんテンション上がるんですか。おって、まあやっぱ心の中で小さくよしってなりますね。小さくガッツポーズ、うん、よし。かわいい。出さない、出さないですね。表には出さないですね。そこは恥ずかしいんでちょっと。卵焼きいいな。でもなあと鮭さんはどうすか。いや、まあ俺は一番印象に残ってるのはこれ社会人になってからなんですよ。社会人、あ、社会人だったから。いや、あね、高校の時って学食があって、あ、そうで、母親も結構仕事してたからずっと、はいはいはい、あんまり頼めなくて、で、はいはいはい、学食で食ってたの。で、あの社会人になってほんと19とか19とか18歳、うん、20歳ぐらいの時なんだけど、その時よく実家からね、あの通ってたから弁当作ってくれたりしたんだけど、うん、もうね、ひたすらね、うちの親肉を入れるんだよ。いい、そう、いや、もう素晴らしいですね。いや、その中でも特に、え、こんなの家にあったっていうぐらいめちゃくちゃ美味しいジンギスカン。めっちゃいいな。弁当でジンギスカン食べれるんですか。いや、もうね、あのジンギスカン丼だったの最高。いや、で俺が食べる量もやっぱり尋常じゃないぐらい多かったので、マジほんと気絶するぐらいドカ食いしてた人間だった。うん、いや、だから、いや、そう、もうだからね、お弁当箱もなんかもうお弁当箱じゃなくてもうデカめのタッパーなんだよね。もうデカめのタッパーに、タッパー、そう、蓋開けたらもうドンドンみたいな。へえ、そう、いや、これうちの母ちゃんだからやっぱ分かっとるわと思って。あ、でやっぱあのね、もうダメだと、いや、もうね、生姜焼き丼とかね、あと豚丼とか、いいですね。うわうわ、うん、いや、もうこれも後半戦仕事頑張れるわみたいな。うん、でそれにプラスしてカップラーメンなんか食べちゃってるから。すごいな、それ。いや、もうね、よく言われてましたよ、昔は。痩せの大食いってね、スープ代わりに、ね、いや、そう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 、もうね、あのカップ麺もあれだから、もうどん兵衛のあの2倍のあのでかいやつとか、やば、うん、あの大判焼きそばとかね、焼き弁の、あー、うわ、すご、うん、それとあの特盛りのジンギスカン丼を一緒に食べるっていうのがね、こう、まあ、ジンギスカンですかね、北海道ならでは。弁当の具でジンギスカンってすごいっすね。でも、いや、もうちゃんとね、そこでポイントなのはちゃんともやしが入ってるってとこなんだよね。最高、分かってる。そう、だからご飯の上にもやしが敷き詰められて、その上にちゃんとジンギスカンがかぶさってるもんだから、めっちゃ美味しそう。いや、まあね、いや、これセイコーマートのジンギスカンだとは思えないぐらいうまかったね。
セイコーマートの時期ですか。うん、多分セイコーマートだったんだよね、あれ。今思った。うちの近くにセイコーマートあったから。うん、セイコーマートだと思う、多分。でもやっぱりね、北海道代表するコンビニだよ、やっぱり。セイコーマートは素晴らしいよ。ジンギスカン売ってるコンビニなんてないですからね、基本。ないね。うん。セイコーマート。わかんないですから。うん、あ、まあ、っやっぱやっぱりね、あのカップラーメンもセイコーマートで買ってたから俺は。うん、かなりライフラインですね、もうセイコーマート。いや、もうセイコーマートなかったら俺多分今ここにいないんじゃないかな。そう、セイコーマート、うん、育てられたね、だいぶブクブクと。うん、っていうこと。好きな弁当、あ、セイコー、はい、ありがとうございます。はい、今カップ麺の話出ましたけど、はい、次の質問がですね、まさにそれなんですよ。おっと、カップ麺、インスタント麺はということで、うん、なかなか1個に絞るのは難しいかもしれないですが、竹さん、いいな、好きなカップ麺。いや、これきついわ。全部好きだもんだって。1個にはちょっと絞れない。絞れないね。なんだろう、焼きそばはこれみたいな。あー、はいはいはい、いや、そばこれみたいなのね。焼きそばはもう俺 UFO 一択だと思う。あ、そうなんだ。え、焼き弁じゃなくて。焼き弁じゃない、俺は UFO 派なんだよね。あんなに北海道ジンギスカンとかで愛してたのに。あー、でもごめん、ちょっと UFO なんだよね。 UFO なんですね。申し訳ない。あー、 UFO のあのね、ちょっと太めの麺がね。あ、麺太いですね、確かにね。そう、いや、焼き弁も好きよ。あの焼き弁のスープ、スープね、あのスープをさ、この捨て湯でこう飲むっていうのがね、こうロマンじゃない、やっぱりロマンですね。うん、あんま飲まないですよね、僕あれ。いや、でもね、あの途中からね、俺麺にかけてたね、あれ、スープの。すげえ。うん、あれ麺味濃くて超うまい。まあ、ありか。うん、まあ今この年になってやると、ちょっとあのいろんなあの生活習慣病とかのあのリスクの関係上できないですけど。うん、うん、いや、でもね、昔若い頃はね、よくやってましたよ、本当に。だから、まあ私の好きな麺はまあ UFO ですかね。 UFO、 一択。うん、焼きそばですね。焼きそばですね。へえ、何かな、なんだろうな。まあ、いろいろあるからね、今商品が。あ、でもシーフードヌードルのミルク入ってるやつ知ってます？いや、食べてみたいんすよね。あるね。あるけど、いや、あれめっちゃうまくて。お、あの、まあ、もう普通にシーフード大好きで、うん、シチューとかもすごい好きなんですよ。ほうほう、ミルク系のなんかそういうのも好き。もう好きと好きの融合体なんですよ、だからあれは。僕もっと好きだ、大好き、大好き。ああ、はいはい。あれも200円、ちょっと高いんですよね。でもね、250円ぐらい、まあ、ね、製造コストかかってます、あのカップ麺にしては割と高めなんですけど、まあ、一回その250円課金してみてください、あれ。あの課金、これがカップ麺のクオリティなのかっていうぐらい、もう汁まで全部飲んじゃうんで、きっと。ほう、なるほどなるほど。なんなん、汁がもう本番なんじゃないかぐらいな。ああ、なるほど。ピーミー、ね。いや、いいっすね。いい情報。あれはね、めちゃくちゃうまいっす。なんかちょっともう喋ってたら食べたくなってきたもん、今。ちょっぴり。いや、美味しいってよく聞くんですけど、売ってないんですよね。そうなんですよね、あれ。なんか期間限定、売ってたり売ってなかったり、そういうわけじゃないのかな。期間限定でもないんですけど、うん、ドンキホーテとかに、あ、ドンキホーテ、ドンキか、ドンキホーテとか結構レアなカップ麺ない？なんか、あ、でもドンキとかそういうとこかも。あとスーパーとかにたまにある、うん、コンビニはないですよね、絶対。コンビニあんまないですね。ないですよね。一時期なんかセコマに入ってたりもしたんだけど、あんま見ないかもしれないですね、最近。売れないのかな、逆に。いやー、でもあれは、あれ、なんか美味しいってよく聞きますけどね、なんかレビューとか動画とかでもこれが1位みたいな、うんうん、あ、ちょっと食べてみてほしいです。あれ300円ぐらいになっても僕買いますね。なるほど。でも全然買う。大好きな麺ですけど。素晴らしい。
シンさんも結構食べてそうですね、カップ麺は。僕もそうっすね、食べてますが、あれですね、日清の欧風チーズカレー。あー、わかります。あ、もう優勝優勝ゴールで優勝、わかる。あのパッケージ黄色いやつですか。黄色いやつ、黄色いやつですね。あー、あれか、うん、あれはね、あれはもううまいに決まってる。ないですよね、もうね。カップ麺じゃないあれ、商品。もう意外と好評でよかった。いや、もうレストランに出てくる。うん、みんな美味しいと思ってたんだ。うん、あ、もうあれは大好き。あれも結構高いですよね、250円ぐらいするか。結構するんで。うん、うん、そんな。他のラインナップと多分同じぐらいだと思うんですけど。うん、うん。めっちゃうまいですよね、あれ。なんかカレーよりうまいって思ってから。ああ、わかる。たびたび買うようになって、なんか。一時期ずっとそればっか食べてましたね。なんかちょっとまあ生活習慣病のリスクもあるところ。まあ、リスクあるものが美味しいんですよね、やっぱ。いや、確かに分かる。何なんですかね、体に悪いものほど美味しいみたいなね。いや、で、いやでもそれはいいわ。あれは確かに。うまいな、あれ。忘れてたけどめっちゃうまいですよね。うん。今回のはね、結構共感してくれる方がね、多いんじゃないかな。いやー、確かに。かな、うん。弁当部とかね。メントップ。メントログね。カツにマヨネーズはちょっと分かんなかったけど。あ、弁当部ね。弁当。カツ、マヨカツみたいな、なんかそんな感じの。いや、分かんないんだよな。うん、ちょっと分かんないんだよね、俺も。神だけかもし、同等だけかもしれないですね、あれね。あー、なるほど。ないか、冷凍食品で。いや、うん、まあ全国展開だと思うけど普通に。うん、が弁当中共感してくれる人いたら嬉しいんだけどな。いや、ぜひぜひコメントに、ぜひぜひ、ね、たくみさんの好みわかりま、わかりません。わかりませんがほとんどだと思いますわかりませんってコメントされたら嫌ですね。何でもしてそしたらね。ないでほしいよ。すいません、ごめんなさい。コメントください。ごめんなさい、ごめんなさい。わかりませんでもいいんで、コメントしてあげてください。わかりません。ね、何がわからないのかわからないけど。インスタント麺とか食べます？食べ。昔は食べてましたね。まあそうですね、めんどくさくなっちゃって。麺、確かにやっぱカップ麺作るよりちょっと、なんかハードル高いですよね、インスタント麺って。でもあの俺ガキの頃はね、よくね、あの焼きっぺにハマってたんだよね。いや、それ今行こうとして。あ、ほんと？焼きっぺって、あの、いや、はい、焼きっぺか香港派かで、いや、こう分かる。そうですね。そう。だからあのあれよ、UFO か、はいはい、あのペヤングかみたいな、ああ、感じだと。いや、俺ね、俺は香港焼きそばさんはちょっとね、お口に合わなくて。香港焼きそばっていうのもあるんですか？あるの。あ、焼きっぺの対照的な。なんか最近知ったんですよ、焼きっぺって。うん、うちもずっとあの、そのインスタントラーメンだったんで。ああ、なるほど。焼きそばがあるってこと知らなくて、うん、で焼きっぺ作ってみようと思ったんで、裏面見ながら説明書見ながら、うん、忠実にやったんですよね、もうあの、うん、とか、うん、え、こんなんでできんのと思ったら、本当になんかもう、うん、結構あれなんか予想以上に水を入れて、うん、うん、そうね、これって焼きそばだよねみたいな、大丈夫みたいな感じでやったら、ちゃんと焼きそばになるんですね、あれね。あ、うん、うまいし、バカうまいの焼きっぺ。感動しちゃった、それに。でもね、あのよく冷静に考えてみると、あの袋の焼きそばの方がコスパいいってことに気づいて、あの3袋入りのやつ、そう、5袋であれ結構するじゃん。うん、でもさ、3食入りで100円とかで、あのドラッグストアとかで売ってんのよ。あ、そうなんだ。そんな安いんだ。そう、だからなんかそっちの方がコスパいいんじゃないかって思ってからね、なんか夢も希望もなくなっちゃうんだけど。、うん、あ、 UFO より、うん、 UFO よりも焼きっぺの方が3食100円にはかな、やっぱりコスパにはかなわないなって。絶対あれ、あの UFO とかってそのパッケージ代がありますよね、あのね。もうそう、パッケージで容器代、容器代というか。そうそう、うん、あと焼きっぺってあれ、名前が美味しいじゃん。
うん、だからね、もう名前代としてそう払うみたいな。いやーでもそっか。じゃあインスタント麺はみんな共通で焼きっぺで。ごめんなさい、僕香港派なんですよ。あれ、いやマジか、やばい、裏切りだ裏切りだ。ちょっとずっと黙ってたんですけど、まあ、そこでちょっと空気壊したくなくてちょっと黙ってたんですけど。焼きっぺ好きですか香港？全然違うよ。全然違いますね。うん、あね、香港焼きそばなんか酸味があるのよ。うん、ちょっと酸っぱい感じの、あれ大人な感じ。あれ独特なんすよね。独特なのよ本当に。独特な酸味がある。食べたことないんですよね、たくみさんは。存在を今日知ります。あ、今日香港焼きそば。ああ、今知ります。ちょっとあのね、レビュー動画でも撮ってみた方がいいと思うよ。うん、うん、で食べて、どっちがうまいみたいな。そう、あ、いや別にね、どっちもねうまいんだけど、うん、俺酸味が強いのがあんまり好きじゃなくて、うんうん、そうだからなんかね、香港さんはちょっとなみたいな。香港さん、香港さん、うん、ちょっとな、あの別の人の名前になっちゃったけど香港焼きそばさんはちょっとね、お口に合わなかったですね僕は。さんはその酸味がいいっていう。まあ酸味もそうですね、いいですし、うん、味がいいかな。いやまあ確かに味はうまいんだよね。でもね、まあ、すごいジャンクですけどね。うん、だからなんかあのあれみたいだよね、豚麺みたいな。はいはいはい、うん、ジャンク感でいいよ。うん、そうですね、うん、豚麺ってお菓子じゃないですか、あれってベビースターみたいな。いやあれお湯入れて食べるんだよ。あれお湯入れて食べる豚麺お湯入れて食べるよ。ベビースターみたいな やつじゃないですか、豚麺じゃないよ。あれカップラーメンだからね、ちゃんと。あれカップラーメンなんだ、うん、そうだよ。あれはお金のないね小中学生がおやつとして食べるのよ。めちゃくちゃ安いやつですよね、あのね。そう、当時なんかもううん十円で売ってたんだから。うん、今なんか100円以上すんだよ豚麺。100円ぐらいか。100円で焼きっぺ買った方がいいって。いや間違いない、ね、焼きっぺ買うぐらいだったら多分3食100円をの方、あ、調理面の方。これはじゃあちょっとリーダーに聞いて、インスタント麺どっちだどんどん溜まってくるな、ね、聞いてみて。香港と焼きっぺはどっちみたいな。2対2になるか3対1になるかはちょっとね。そうね、うん、交互期待ということで、はい、続いて、ですね、匿名で切ってます。はい、これもね、はい、ちょっと分かれるかもしれないですね。メンバーで一番センスがいい人は誰ですかっていう。これ何かにもよりますもんね。うん、何に関してのセンスかね、思いますけど、うん、誰でしょうね。どういうセンス？いやでもどういうセンス判断しますか。いやそれぞれあると思うんですよね。ほう。それぞれ輝いてる部分があると思うんで。うん、一概には言えないですけどね。あ、いやまあ確かにね。まあただ総合的に考えると俺はシンさんかなと思う。あ、僕と総合的に、うん、ね、手挙げて総合的にセンスを見るってどうなんですかね。いや破綻してる気がしないでもないですけど。いやなんかこう何か例えばね、話し合いとかこうミーティングとかした時に、うん、書きかけてこうズバッとしたこう意見を来て、そのなんていうの方向に流れていく、話が流れていくで結果めっちゃ良くなるっていうパターンが、ね、多い気がして俺は。はいはいはい、そう、はいはいはい、だからなんかみんなディベートするじゃん、こうだと思うんだよねみたいな、うん、ディベートをした時に、うん、なんかこうその場では決定にはならないけど、あ、やっぱシンさんの言った通りになったねっていうことが、まあ、全部ではないけど、うん、結構多いのかなっていう。だからもうこうなんかセンスなのか分かんないけど、こうなんかなんて言うんだろう、ちゃんと考えてこう奥まで考えた上でのことを言ってるからこそ、やっぱり信憑性もあって、なんていう、話がいい流れに進んでいくのかなっていう、このディベートのセンスですかね。ベタ褒めですね。ベタ褒めですね。いやもう
いや俺はもう新推しなんでね。うん、もう前回のクライムからベタもめじゃないですか、ね、いやもうねやっぱ推ししか勝たんっていうやつですかね。うん、うん、ありがたいですね。はい、シーザンはどうですか、その女。いやセンスの神と言われてる中で、あ、まあ、逆にあれですよね、自分にないなみたいな、この、いやそうなんですよね、結局感覚とか、全員あるんすよね、こういうのないなみたいな。そう、そういうの聞きたいな、ちょっと。いや聞きたいね、組み立てがないなとか。全員あるけど、まあ時間の都合でやっぱここは一人に絞って答えるべきだと思うんで。なるほど、うん、褒められたい、頼む。俺も褒められたい。褒められたい、頼む。俺褒められて伸びる子なんだよ。やっぱリーダーですかね。おえ、いや歌詞すごいなと思って。あ、なるほど。僕結構自分で自分のこと、あの言語能力が低い人間だと思ってるんで、あの言葉で表現することとか。ああ、なるほど。だから改めてなんかたまに曲聴いて歌詞見た時に、こういう発想で書くって何を食ってきたらそうなんだろうみたいな。いやまあね、思うよね。何を食べてきたらそうここの世に行き着くみたいな、うん、だろうね。なんかね、まあ、ディメランの、ね、雰囲気というか、そうなんですよ、ね、世界観を作っているのはそこなんですよね。世界観リーダーですからね。うん、あの最初に思ったのがカニバの、うん、あの A メロ2回目、1回目か2回目の A メロ、はいはい、なんかさあ、うん、パーティーの始まりだ、はい、地獄の地獄へようこそ来たねってあって、あーあるね、ようこそ来たねって、いやすげえなと思って。いやまあ確かに、そう、来たねって出す歌詞でなんか、いやもう鬼になりきってる感じ。あー、うんうん、いやすごいなと思って。今日なんでリーダーいないのかな、本当にもう。俺ね、本当に。いやでもリーダーいる場で褒めちゃうとちょっと。ああ、そっか、これをじゃあ、後で聞いて、いいですね。ね、後で聞いて、嬉しがってもらえればいいっすね。あうん。にやついてもらえば。はい、うん、もう、なりきって書いてますよね、もう ね。すごい、本当。たくみさんは、どうですか？僕ですか？はい。いやー。食べるのはね、ちょっとね、なんか食べるのは。ちょっとまあ、みんなそれぞれあると思うんで。なるほどね。うん、いやもう僕も鮭さんだと思いますよ。もういやいや、そうで絶対消去法だろお前。消去法で言った。じゃあ鮭さんはもうだからもうとりあえずバトンを渡せば繋いでくれる安心感みたいな。いや強いですよね。ありますよね。どういうこと？シンさんも言ってたけど、その、うん、もうライブ感が、うん、ライブ感が本当すごいというか。うん、だから。MC を やってると、うんうん、自分がやんないといけないなってなって喋れないなって時に、うんうん、とりあえずシャケさんにパスしとけば、うんうん、まあくれるかみたいな安心感がありますよ。ああなるほど、第二のフロントマンみたいな。いやまあもうそれに近い。あ、すごい沈黙した時とかやばいって誰に振ろう、シャケさんみたいなね。あ、まあ、そういう、うん、厚木感というか。なるほど ね。まあもうセンスすごいと思います。アドリブセンスというか。ああ、うん、もう何考えてるか分かんないよその時。何も考えてない多分。もうね、後から思い出して聞くとねちょっと恥ずかしいんだよね自分でも。そうなんかこういう、もう沈黙にならない感じとかね。なんかね、うん、沈黙が嫌だっていうのもあるかな。あそう、なんかこう例えば4人で話し合ったりとかさ、こう制作してくれたエンジニアさんと話したりとかするときもさ、うんうん、こう若干やっぱり間になるのがちょっとすごい嫌で、うんうん、そこで俺がぶっ込むわけよ。ぶっ込んだことによってこう当然ね失礼な内容でぶっ込むのではなくて、なんか場を和ませるっていうか、いやそれをね、うん、シャケさんってすごい失礼なこと言ってもなんかオッケーなありますよね。なんかいや俺何でもオッケーよ。
なんか、ね、アクセンに聞こえないというか、うん、フランクになっちゃうというか、うん、そういう魔法もありますよね結構。いやーなんかね、いやそうだからだからこそなんかこうみんな仲良く入れたらいいなっていう、こう平和的な考えも持ってるから。そうですね、うん、あんまり戦争が嫌いなんでね、やっぱり世の中のこの世界情勢も鑑みてね、自分の意見はやっぱり戦争反対なんで。シャゲさんがあのレコーディングして、うん、あのまあドラムの音とか聞いてるとき、うん、家かってぐらいあのソファーにあのなんか横すげえもう 家かってぐらい横になって、いやいやこの音がみたいな超偉そう、ほんと面白くてすげえなと思っていやだって一回のねレコーディングの時なんかオラ寝てたかんね。うん寝てましたねオラいびきかいて寝て、みんなさちゃんと聞いてやってんのに俺一人だけ、ね、爆睡してるから。そうですよねそういうのも全部こう OK になっちゃうすごさ、ちょっとセンスとはまた違うのかもしれないけど、あーまあまあまあね、そうさ、本当にしかないと思うんですよね、きっとね。今後もちょっと前向きに頑張る、すごいなと思います。あー俺タックンの俺タックンの言ってないのに、あちょっとあれいいんすか、匠褒め会、匠褒め会やろうよ、おかわりいただけるあーもうまあね、あの時間の関係上ちょっと一言言わせてもらうと、はいはいはい、まあタックンがいなかったらこのバンドはないっすね。あれナイスナイス、それはそうっすね、うん、うん、マジでない、それはもうスピンさんも同義、あーもうもちろん、っていうか誰がかけてもこのバンドはもう成り立たないので、4人で1つですかね。いやもうそうそうそう、だからまあ例えばね今後ねどういうメンバー編成があるとかさ、そういうのもわからないけど未来の話だから、うんうん、でも俺は今の現状ではこの4人と以外は音楽はやりたくないから、もう誰一人かけてもダメだね。でもやっぱりボーカルとかさフロントマンってさ結局さやっぱり一番センス問われる職だと思うのよ。来た来た来た、うん、いやいい、その中でねこの、はいはい、やっぱりラジオのパーソナリティもやってるし、はいはいはい、やっぱこうライブの MC も ね変な滑りもなく、こう盛り上がりも出せつつ、いやー匠さんスラマさんっすよ本当。いやちょ気持ちいいですねこれね。いや気持ちいいよ。これは気持ちいい。いやでも多分みんなこれはもうね全員思ってることだと思うから。うん。うん、本当ですか。まあね。いやもちろん。もちろんしか言ってない。いやもうもちろんすぎてもちろん。もちろんすぎてもううなずくしかできない。もちろんすぎて。深く噛み締めるしかできない。いや。すごい涙が出るぐらいとこいい。ちょっと泣けてきたなこれ。いやいい、いやいい場、みんなとやれてよかった、ね、この一言、うん、本当にちょっとなーリーダーのも聞きたいですねこれは ね、 聞きたいですね、ぜひね取っといて、ね、うん、新しい質問ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の質問ですね、はい、コラボしてみたい人いますかということで、こちらも匿名の方ですね、まあ匿名の方ですね。でもこれ、いただいたカッコのところはちょっとどうですか、まあ、つながりのあるアーティストさんでっていうことなんで、あんまりね名前出していいのかみたいなところどうなんですかね。結構あるんですけど、そうだ僕ちょっと一個いいですかこれ、はいはい、これもう出るから出しちゃおう、あのね、うん、ルーラさんってあの、はいはい、元ドクターラビットのタカ君の、はい、あの、うん、ソロプロなんですけど、はい、まあちょっとね、まあ、キンキンにもともとコラボしたいなってずっと思ってて、うんうん、でついにねあの勇気を出してね僕ねあのツイッターでねちょっとこれ一緒に歌ってくれませんかって言って実現したわけですよ、うん、それを最近レコーディングしまして、うん、で、うん、いい感じにねなったわけですよ。シャムシェイドなんですけど、いや、そう、確かに。いや、本当に素晴らしい。あと、シャゲさんに送ったんですよね。うん。す
すげえね、めっちゃかっこよくなったんで、本当に鳥肌立つ。近日中に、うん、多分動画が上がるんじゃないかな。これなんかもうオフィシャルでやりたいなぐらいな、クオリティ。いやもうや、うん、すごい、本当にすごい、あの噛み合ってる。結構そのシャムシェードのマジな、うん、ツインボーカルのハモリあったりとか掛け合いあったりみたいなやつをちょっとあのタカ君とだったらできそうだなと思って、ちょっと やりませんかって言って、もうね、もう前ですよね、タカ君もね、もう見事にはめてくれてっていうところで、ちょっともうここくらいまでしか言えないですけど、すげえかっこよくなったんでっていうレッド君で、僕はじゃあコラボしてみたい人はルーラのタカ君っていうことになります。なるほど、はいはい。いや、あのタカちゃんはね、いや俺はタカちゃんって呼んでんだけど、まあ、タカちゃんはねもうずっと昔から、そうずっと昔からの友人だから、実はね、うんうん、いやもう本当にね、昔もう本当にそれこそ10年近く前、いやもう、うん、もう 7,8 年かい、はいはいはい、7年ぐらい前にタカちゃんと知り合って、うん、でまあそのタカちゃんのあの友達とかとも知り合ってね、いろいろ仲良くさせてもらったんだけど、まあ本当にね、それからしばらく経ってから連絡取ってなくて、でまたねこの感動の再会を果たしてね、またこうね僕らバンドとこうお付き合いをさせてもらってる、ね、本当に、いや嬉しい。元々あれですね、一緒にねレディステディゴーやったっ、ね、あのね本当にね、その時ねもうマジでドラム始めて 何週間ぐらいのレベルだったから、あいやもうね今見たらもう痛いんだよなそれ。いやちょっとこれね、もう残ってないもんね動画ね。いや実はあるんだけど、ちょっとねちょっとこれはね、ちょっと公の場に出すのはちょっとね、あ、うん、まあ個人的にはちょっと見せてもいいけどね、うん、ちょっと見たいなそれ。でもね、そう本当に、ね、あの音楽の楽しさを教えてくれた人なの、俺にとっては恩人じゃないですかもう。いやそう、あの、ね、一時期ね、あの俺音楽から離れててちょっと車が好き、車ずっとやってたんだけど、またやっぱりちょっと音楽やりたいなってなった時に知り合ったのがタカちゃんで、おそう本当に俺が今、それこそ本当に今俺がドラム叩けてるのはタカちゃんのおかげなんだよね本当に。じゃあまああれですね、本当にタカ君は恩人というかね。いやもうタカちゃんは本当に恩人です、ね、竹さんをだから音楽の世界に戻してくれた人みたいな。戻してくれた、もう超本人なんでね、もう今でもそこがなかったらディメラにもいなかったわけだから。あ、いないです、いないです、 100% いないです、本当にすごい話。 100% やってない。だからいつかそのまあもうドラマーとしてキャリアを積んだ竹さんと、うんうん、あの高くんでレディ、ね、レディステディゴーやってほしい。いやちょっとやりたい。熱いっすね。なんかで、うん、うん、ちょっとやりたいそれ。とかのね。あーもうぜひぜひね。はいはい。うん、もうなんならあのちょこれ高くん聞いてたら、あのこのディメラジオゲストよろしくお願いします。あの来てください、ね。あーもうお願いします。でもお待ちしてますので、ちょっと。はい。よろしくお願いします。シンさんどうすか。コラボしてみたい人。コラボね、このバンド入ってみたいとかね、なんか あれば、まあ、あんまりちょっと言いにくい部分でもね、まあ、そうですね、まあ、もちろん何でも許されんならどこでも行ってみたいですけど、うん、普通に先輩のバンドで弾いてみるとか入ってみるとかね、何してもいいんだったら別にね、はい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 、全ステージ1曲やるとか他のバンドさんの、おおでも全然したいっすけど、まあ、ちょっと見てみたい気もしますね、他のバンドで聴いてるシンさんってどんな、ちょっとそれちゃうんですけど、そうっすよね、なんかメンバーの演奏してるとか歌ってる姿をお客さんとして見てみたいっすよね、うんうんうん、ああなるほど、ライブハウスでいいかもしんない。本当にだから僕あの別のバンドさんのボーカルプラスディメラ3人メンバーで、うん、あのクライアントやってるのを見てみたいかもしれないし なるほど、逆に行きたいですね他のバンド
ボーカルとでポンといって1曲なんか歌わせてほしいなっていう、なんかそういうコラボというかね、まあ、バンドのコラボみたいなのができたら面白いなって言ったから、うん、面白そう、うん、なんかごちゃ混ぜイベントみたいな感じで、ごちゃ混ぜいつかちょっとこれ聞いてる誰かいたらちょっとどうかこんなんか他力本願の感じが力のある方がいたら、いやそうですね、そうそうそう、力のあるね方がいらっしゃったらぜひ一緒に企画やらせていただければなと思いますが、まあまあこんな感じで、質問を答えていきましたが、はいはい、まあ、最初にもね言ったんですけどね、あの YouTube チャンネルのところにですね、この質問募集のリンク貼ってますし、 Twitter とかでもね、僕の質問箱、誰の質問箱でもいいですけど匿名でポンって入れてくれたら、何でも答えますんで、はい、ぜひぜひお便りお待ちしております。はい、お願いします、はい、お願いします。ということでね、リーダーちょっと今回いなかったので、本当にその今日の質問をねちょっとリーダーに全部答えてもらうっていう、うん、何か、まあ、個人的に気になるのはねめちゃくちゃあるんですよ、ね、あ、そうですね、うん、そういうのもねちょっとねやっていきたいなと思いますが、はい、ということで、リメラジオリターンズ第4回ですね、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。さよなら。バイバイ。